はい、今、地球は、気候変動やさまざまな問題を抱えています。新型コロナウイルスでも、一国の問題ではなくて国境を越えたさまざまな問題、これに世界の人々が同時に立ち向かっていかなければいけないという、そういう時代になっています。こういう時代に私たちが、取り組まなければいけないのは、さまざまな学問の知識を結び合わせてそのような課題を解決していく、そのための発想や知恵を持ったそういう若い人を育てていくことが大切だと思っています。課題解決はもちろん簡単なことではありません。しかしながら、どういう問題に取り組めばよいのか、問題の意味を考えることのできる、そういう知恵を持った人を育てていく、それが共創学部です。高校生の皆さんは、自分は文系であるとか、自分は理系であるとか、そういった形で自分のやることを、決めてしまうっていうことがあるかと思うんですね。だけど、課題解決のために取り組んでいくためにはいろんな知識が必要ですので、もちろん全てがパーフェクトにできる必要はありませんが、自分はこれは苦手だからとやらないんではなくて、取り組んでみようという意識を持って、幅広く強化に取り組んでほしいなというふうに思います。そしてそういった基礎学力を、身につけてですね、そういう基礎学力をどういう問題を解決するために使えばよいのか、そういう問題を感じ取って、その問題を解いていくことで世の中がどんなふうに良くなっていくのかということを想像できるようになってほしいなというふうに思います。共創学部の特徴は、理系の人もいれば文系の人もいる、しかも留学生も来ます。中国や韓国だけではなくて、台湾やインドネシア、あるいは、アメリカやグアテマラからも留学生が来ています。それだけではなくて、社会でいろんな活動している人が学校に来てくださって、そういった人の話を聞くことが必須となっています。単なる図学だけではなくて、社会の現実で課題解決に取り組んでいる人の話を直に聞くことができる、そういうレクチャーシリーズというんですが、そういう授業もございます。そういう課題に取り組んでいる人の話を聞いた上で、文系理系問わずさまざまな学問を学んだ上でですね、自分が取り組む課題というものを絞って、そのために何をすればよいのか自分自身で取り組む、それが、ディグリープロジェクトという形で、3年生の終わりから4年生にかけて、自分の課題研究ということで、取り組むことができます。はい、今共創学部は設立3年目で3年生までしかおりません。卒業生はまだ出ていないわけです。そういう意味で、実際に卒業生がどこに進んでいったのかということはまだお話しできないんですけれども、こういう共創学部の、カリキュラムを通して学んだ学生はこれからの時代各方面から必要とされるだろうと私たちは考えています。幅広くいろんなものを学んでいきますので、私は、例えばこれを学んだと言われるものをきちんとこう掴んでいくのは決して楽ではない学部です。だけれども、自分が取り組んだ課題、その課題を解決するためにこういう学びをしたというその経験が自信になって、社会に出ていっても社会で直面する課題に取り組んでいく、そういう意欲あるチャレンジングな人がきっと卒業生として羽ばたいていってくれるのではないかなというふうに思っています。共創学部に関心を持ってくださった高校生、受験生の皆さん、そして保護者の皆様、共創学部長の鏑木です。私たちは、文系理系を問わず幅広い学びを通して世界を舞台に自立していく、そういう人になってほしいと皆さんに期待しております。ぜひチャレンジ精神を持ってこの学部に挑戦してください。